猫は古代から現代に至るまで人類と共に生活してきた動物の一つです。その歴史や特徴について詳しく見ていきましょう。歴史。猫の起源は古代エジプトに遡ります。紀元前2000年頃にはエジプトでは猫が人々の家畜や穀物を守るために飼われていました。猫はエジプトの宗教でも重要な役割を果たし、バステトという女神が猫の姿で崇拝されていました。エジプト社会では猫は神聖な存在とみなされ崇拝されていました。その後猫はエジプトから地中海地域やヨーロッパに広まりました。古代ギリシャやローマでも猫は家畜や倉庫の害虫駆除のために飼われていました。中世ヨーロッパでは猫は時折魔女や悪魔の使いとして扱われることもありましたが、一方でネズミやその他の害虫を捕獲する能力から人々にとって重要な存在でした。近代に入ると猫は家庭でのペットとしての地位を確立していきます。19世紀には猫の品種改良が行われ、様々な種類の猫が誕生しました。20世紀に入ると猫はますます多くの家庭で愛される家族の一員となりました。現代では猫は世界中で最も人気のあるペットの一つとなっています。特徴。独立心。猫は独立心が強い動物として知られています。彼らは自分のペースで行動し、しばしば独自の領域やルーチンを持ちます。一方で愛情深い一面も持ち合わせています。優れた狩猟能力。猫は優れた狩猟本能を持っています。彼らの先祖は野生の狩猟動物であり、そのため家庭の猫でも狩りを楽しむ姿を見ることがあります。また彼らの狩猟本能は家庭での害虫駆除にも役立ちます。柔軟性と俊敏性。猫は非常に柔軟で俊敏な動物です。彼らは高い場所に飛び移ったり、狭い場所に潜り込んだりすることができます。この柔軟性と俊敏性は彼らが狩りをする際や自己防衛をする際に役立ちます。睡眠時間。猫は非常に活発な動物でありながらも、一日の大部分を睡眠に費やす傾向があります。彼らは1日のうちで約16時間から18時間眠ることがあります。この睡眠時間は彼らの活動的な生活に必要なリフレッシュやリラックスの時間となっています。コミュニケーション。猫は様々な方法でコミュニケーションをとります。彼らは鳴き声や体のポーズ、尻尾の動きなどを使って感情や意思を表現します。また触れ合いや甘えることも彼らが所有者との絆を深める重要な方法です。猫は古代から現代に至るまで人間と共に生活してきた動物の一つです。彼らは独立心が強く、優れた狩猟能力や柔軟性、俊敏性を持っています。また彼らとのコミュニケーションは愛情深い関係を築くために重要です。猫は多くの家庭で愛され、癒しや喜びを与えてくれる存在として、今後も人々の生活に欠かせない存在であることでしょう。猫が喜ぶであろう人間の行動や取り組みをいくつか挙げてみましょう。定期的な遊び時間。猫は遊びが大好きで、適度な運動を楽しむことが健康にも良いです。定期的に猫のための遊び時間を設けてあげると、彼らは喜んで参加し、ストレス解消やエネルギーを発散できます。フリースペースの提供。猫は好奇心旺盛な生き物であり、自分の領域や探索する場所があると嬉しくなります。家の中に猫のためのフリースペースを設けてあげると、彼らは自由に動き回り、ストレスを減らすことができます。定期的なブラッシング。猫は自己ケアを行いますが、定期的なブラッシングは彼らの皮毛の健康を保つ上で重要です。ブラッシングは猫のマッサージとして受け取られ、彼らはその感覚を楽しむでしょう。安定した環境。猫は環境の変化に敏感な生き物であり、安定した環境がストレスを軽減します。家庭内での日常の変化を最小限に抑え、安定した日常生活を提供することが猫の幸福につながります。愛情と注意。最も重要なのは猫に対する愛情と注意です。猫は人間との絆を築くことを楽しみ、所有者からの愛情を感じることで幸せを感じます。
日常的な触れ合いやコミュニケーションを大切にすることで、猫は満足感を得るでしょう。猫が嫌がることについて、いくつか挙げてみましょう。無理な抱き上げ。猫は、抱っこが苦手な場合があります。無理に抱き上げると、ストレスを感じ、嫌がることがあります。猫の気持ちを尊重し、無理に抱っこをしないようにしましょう。急な後や突然の動き。猫は臆病な性格を持つことがあり、急な音や突然の動きに驚いてしまうことがあります。彼らは安定した環境を好むため、突然の出来事に不安を感じることがあります。水に濡れること。一般的に多くの猫は水に濡れることを好まない傾向があります。風呂やシャワーを嫌がることがありますので、無理に水に濡らさないように注意しましょう。匂いの変化。猫は嗅覚が非常に発達しています。家の中で強い香りや不快な匂いがすると、猫はそれを嫌がることがあります。強い香りの除去や空気の入れ替えを心がけましょう。制限された動き。猫は自由な動きを好みます。ケージや箱に閉じ込められることや窓から外に出られないことを嫌がることがあります。猫にとって十分な運動と自由を確保することが大切です。猫の病気について。猫は様々な病気や健康上の問題に見舞われることがあります。ここでは一般的な猫の病気についていくつか説明しますが、症状が見られる場合は必ず獣医師の診察を受けることが重要です。猫の病気について。感染症。猫は感染症にかかりやすい動物です。猫風邪、猫白血病ウイルスフェルブ、猫エイズウイルス、ジブなど他の猫から感染する可能性がある病気があります。定期的な予防接種や屋内飼いなどの対策が重要です。消化器系の問題。下痢や嘔吐、食欲不振などの症状が見られる場合、消化器系の問題が疑われます。腸の炎症、腸閉塞、膵炎などが原因となることがあります。泌尿器系の問題。尿路結石、膀胱炎、腎臓病などが泌尿器系の問題としてよく見られます。排尿困難や血尿、頻尿などの症状が見られる場合は早めの治療が必要です。皮膚疾患。猫は皮膚疾患にかかりやすい傾向があります。皮膚アレルギー、心筋感染症、ダニ感染症などが一般的です。かゆみや湿疹、皮膚のかさぶたや脱毛などが見られる場合は皮膚科の診察を受ける必要があります。内分泌系の問題。甲状腺機能亢進症、糖尿病、副腎機能低下症など内分泌系の問題も猫に影響を与えることがあります。体重の増減、食欲の変化、異常な行動などが見られる場合は内分泌科の診察が必要です。猫の健康を維持するためには定期的な健康診断や予防接種、バランスの取れた栄養摂取、適切な運動やストレス管理が重要です。また病気や異常が見られる場合は早めの獣医師の診察を受けることが大切です。猫とお年寄りの関係はお互いにとって多くの恩恵をもたらすものです。猫は癒しや心の支えとなり、お年寄りは責任感や生きがいを感じることができます。そのため猫との暮らしはお年寄りにとって豊かな生活の一部となることがあります。